もゼロと、まだと、さつきだ。画面外のケントです。よいしょ。合わせてくれよ、今。合わせてくれってだから。って言った今。絶対もう臨機応変できないと思って。臨機応変はできないね。はい。今日は、僕ね、あることを思いつきました。結構、週1ぐらいで本屋に通うんですけど。え、そうなんだ。そう。まあ、写真集コーナー行きつつ、もう一つ行く場所があるんですよ。はいはいはい。そこがもう、宇宙の本のとこ。間違いないね。そこは立ち読みずっとしてて、それを読みながら思ったことがありまして、宇宙すげえなって思った。宇宙はすごい。宇宙はすごい。わかんないことだらけですよ。馬鹿げてんなと思った。私ぶっ飛んでるね。と同時に、あることも思い出した。おケントもぶっ飛んでねって。おぉ宇宙がいた。宇宙がいた。つながった。つながった。メンバーの中に宇宙があった。メンバーの中に宇宙があった。人外未知ですよ、ケントは。まだ探索の違いがね、あるから。それで、宇宙の違いとケントの違い、わかんないんじゃねって思った。だから、本当の宇宙の馬鹿げた問題と、ケントが考えた問題、一緒に出されれば、どれがケントの問題かわかんなくねと。なるほどね。ああ、紛れ込ませられるんじゃないかっていうことね。そうそうそう。いやー、ケント宇宙よ。いやー、でも、僕、今回、問題考えてきましたけど、これ、本当にわかんないんじゃないかなっていうレベルで、なんなら全部俺が考えたんじゃないかっていうレベルの星がいっぱいあります。あ、そうなんだ。いや、こればっかりはね、ケントハードル上げてもそうかもしれない、ね。本当に未知だからね。ありえちゃうもん。ありえちゃうな。じゃあ早速、第1問。いや問題はこちら。でれん。え？じゃあ読みますね、順番に。丸1、ゾンビ性。丸2、クエーサー性。いや、違います。エアーバブ性。あ、エアーバブ性。丸3、クエーサー性。丸4、ラブジョイ彗星。っていうことで、じゃあ次はね、それぞれの星の、どんな星なのかを説明したいと思います。あ、そこまであるの？ある、はい。なるほど。じゃあまず、丸1のゾンビ性。近くにある天体を粉砕し、全部自分のものにしてしまう、ジャイアン顔負けなやりたい放題な星。なるほど。あ、ブラックホールみたいなこと？吸い込んでくみたいな。合体してっちゃうみたいな。ね、丸に、エアーバブ星。風速 500km で、風の音が速すぎて、赤ちゃんの鳴き声のような音が聞こえる星。わからん。丸三、クエーサー星。銀河の100倍ほどエネルギーがあり、その量は、あのスーパーサイヤ人ゴッドでさえも赤子も同然と言われるほどの量の星。最後、丸四、ラブジョイ彗星ね。毎秒ワインボトル500本分お酒をまき散らす星。意味がわからん。意味がわからん。ということで、嘘だ。この中に、本物が3つあって、俺が考えたものが1つあります。さあ、どれでしょう？なるほど。クエーサー戦ってもう一回いいですか？あ、クエーサー戦ね。ちょっと長かったからね。クエーサー戦は、赤子と同然って言われるほどの量です。そこなんだよなぁ。比率が、比率っていうか、対象物が。例えが分かりにくかったです。ちなみに、はい、その出典元は何なんですか？宇宙&物理2ちゃんまとめってやつ。2ちゃんだ、2ちゃんだ、2ちゃんだ。こいつは困った。2ちゃんか。2ちゃんだぞ。あ、でも俺知ってる星がある。あ、そうなんだ。マジか。これ、一つだけだもんね、ケントのやつ。そうだね。あとは全部あるんだ。はい。ワインボトル1本分の酒を撒き散らしながら、ゾンビ性っていうの？名前なんでゾンビなんだろうって思う。ゾンビは、バンコク共通語。ゾンビはバンコク共通語じゃない？あ、そうなんだ。全部適当ってことだ。全部適当ってことだ。名前から理由まで全部適当です。今回うまいな、ケント。紛れてるな。紛れてるわ。宇宙がうまいんだ。宇宙がうまいんだ。宇宙がうまいんだ。まあもう、じゃあ早速決めてもらいましょうか。できました！はい。じゃあ、まさきくんから、どうぞ。僕は、3番。3番。おーん。クエーサー製ですか？はい。はい。じゃあ、たすきくんどうぞ。3番、クエーサー製。3番。まあ、理由は後ほど。後ほど。じゃあ、最後、はるとくん。3番。おーピカ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 みんな同じじゃん。すごい、3だ。なんかね、ゾンビ性はね、ありそう。ありそう。でね、エアーバグもね、なんかね、めっちゃ早く回る星あるんだよね。あるあるある。そう、聞いたことあるんだよ、そういう話よね。で、ラブジョイ彗星はめちゃくちゃ知ってます。あ、そうなんだ。そうね、名前聞いたことあるもん、ラブジョイ彗星。太陽系にね、属してるね、彗星でね。うわ。普段飲んでるアルコールあるじゃん。うん、
あれと全く同じアルコール分を発しながら、水星の流れてるの。博士だな、この人。で、確か次地球から見えるのが2万5000年か2500年後。2と5は覚えてるんだよ。2と5だった気がする、確か。パルトは何で思ったの？いや、なんか、スーパーサイヤ人ゴッドがちょっとよくわかんなかったっていう、お兄ちゃんの人がつけそうではあるけど、ケンタがドラゴンボール好きかもしれないっていう推測です。僕も同じだね。ドラゴンボールが絡んだせいで、これケントじゃないか。ケント臭さ出たかなって思ったけど。邪推だね。正解は、2番のエアーマンクエです。そっちかー。うわ、ケント臭いってクエーサー。名前だったか。クエーサー星は実在します。マジで？はい。なんと、1個の星で銀河の100倍ほど量を発出してるみたいです。エネルギー量が？はい。そこだけ聞いたらありそうだな、確かに。まあそうなんだよ。マジで言ってんの？あるある。まあスーパーサイヤ人ゴッド赤子っていうのは、もう本当に多分2ちゃんの。の臭い。うん、臭い。文言。うん、文言。くっせえ。スーパーサイヤ人のエネルギー量を知らん。いや、まあそうだから。全員正解。はい。マイちゃんソースはむずいって。みっちゃんくっせー。全員0ポイント。いやー、確かに。エアーバブが。でけえ。エアーバブだよな。名前おかしいもん、確かに。まあ、あだ名だと思ってなんか、ちょっと見逃してたわ。いや、今ので分かったわ。ケントが宇宙に寄せてってる説あるわ。寄せてってる説確かに。宇宙すげえな、やっぱ。第2問。問題はこちら。でねん。じゃあ、丸1番から。嘘つくなって。丸1。すっかすか星。嘘だ。丸2。カニ座55番星 E。はいはい、E 丸そうなんだ。丸3。香水星。はい。丸4。お好み焼き星。はいはい。この中から1問選んでください。嘘だな。じゃあ、どういう星なのか。じゃあ、まず、すっかすか星。発泡スチロールみたいに、すっかすかな星。はい、はいはいはい。カニ座55番星 E。ダイヤモンドが降り注ぐ星。ほー。丸三、放水星。毎秒アマゾン側の1億倍ほど放水するせいで名付けられた放水してしまう星。丸四、お好み焼き星。名前の由来とはかけ離れていて、瞬間風速 5000km あることによって、人間の体がダイヤモンドほど硬ければ俗に言う瞬間移動も可能な星。はい、この中から1問選んでください。難しい。スカスカ星はもう質量が全然ないよ、大きい。そう、大きさはね、地球の約20倍の惑星なんですけど、地球の約20倍の大きさにもかかわらず、密度は地球の70分の1らしいです。へぇー、二択だな。二択だね。スカスカ星ってもうネーミング、ネーミングだけどなんだよな。いやちっちゃい2がさやばいよね。あれやばいだろ。あれやばい、末広コロクだもん。スカスカはやばい。スカはやばいよ。スッカスカは何？どこ？ケント見っけた星でしょ？うわぁ悩む、これ。やばい。全部。全部だよ。全部ケント。いや。いや。いや。稲。稲垣淳二。じゃあ、ハルト君から次。1番。おー。スッカスカ。スッカのツがキモい。あまりに。あれ、ダウト。うん、避けて通れない、やっぱり。2番も気になったけど、うん、ちょっとこっち潰さなかったら後悔するって思っちゃった。じゃあ、俺、いきますか。1番、スッカスカ星。おー。さすがにスッカスカでしょ。さすがにスッカスカ？脳内スッカスカでしょ、あれ。あれね。あれ、脳内発泡しろって言うんですけど。はい、僕。3番。お放水。放水星。放水。いやー、放水の意味がわかんなくて。いや、なんか引っかかるよね。わかる、うん。だってさ、どこに放水してんのっていうさ、うん、ネーミングセンスが惑星っぽくないなと思って。いや、確かにね。いや、俺も1番か3番だった。陰キャすぎるもん、3番。うん。あまりに。ケントっぽくない？ケントが寄せてった感はある。あまあ、ちょっとあるな、3番。4番、お好み焼き製あるのか知らんけど、確かなんか、たい焼きだかたこ焼きだか。たこ焼きはある。たこ焼きはある。ある。あるか、ある。で、カニ座、あれ、あるよ、確か。結構近いよ、確か。40光年ぐらいだったよ、確か。降るのか知らん、違う勘違いかもしれんけど、確か、質量の3分の1ぐらいがダイヤでできててね。何カラットかですね。0が40個つくぐらいの単位のカラットがあるらしい。でかすぎだろ。そこ行ったらダイヤモンドの単価下がるんだ。そうそう。希少価値落ちるんだよ。まあ、じゃあ今回は正解がバラバラになった。そうだね。誰かが。はい。3番ありそう。正解は、お好み焼き星。おーい、寄せてた。やられたー。やられたー。またやられた。
これね、俺の思惑通りですよ。皆さん、たこ焼き製を知ってそうだなって僕は思ったんですよ。うわ。だから、お好み焼き混ぜたら、わかんないんじゃねーと思って、お好み焼き製にしました。こいつやられた。いや、まんまとはめられた。まんまと。ケントにしてやられたわ。お好み焼きだけは外してたわ。はめられたー。はい。他は全部あります。もちろん、スッカスカ製もあります。あるの？はい。あれだろ、好きだな。はい。ということで、じゃあ、2問目も0点ということで。マジで？マジで？やばいな。やばい。やばい。やられてんね、うちら。うん。強いな、ちょっと。味方がね、あいつバックに宇宙つけてるから。強すぎる。強すぎる。じゃあ、最終問題。第3問。宇宙ーということで、じゃあ、でねん。じゃあ、丸1番、スピーカー。丸2番、サダルスード。丸3番、クリスタルハート。丸4番、アンノモヨコ。この中に一つ偽物がいます。4番嘘だろ、全部。モヨコさんがいる？あ、ちなみに、この4つは全部、誰かに名付けられた星です。うん。はい。そりゃそうじゃない？もう個人に名付けられた。あ、そうそう、個人に名付けられた。団体とかじゃなくて。あ、そうそうそう。ピカは、響きが可愛らしいという由来で、名付けられた星。サダルスード、見れたら幸運が訪れるという星。3番、クリスタルハート、幾多の隕石の衝突によって形が変わり、見方によってはハートに見えることによって言われた星。4番、アンノモヨコ。まあ、あの某監督、有名な監督さんの奥さんが付けた星。が付けたんだ。いや、本人ってことだ。書いてます。嘘つけ、マジか。まあ、某ね、有名な監督さんっていうのは、エヴァンゲリオンの。秀明ですか？はい。秀明ですよ。もちろん存じ上げてますよ。もちろん。さすがにだな。一択だわ。スピーカーは個人がつけたものなのか。あ、ごめん、この中にね、一個だけ、ちゃんとつけられた星あるわ。一個だけしかないの？忘れてた。ごめんなさい。しかも今、この話の流れで、それを言い始めるっていうね。ってことは、もう一個消えたも同然。ってことは、じゃないか。ここでじゃあ僕から発表です。誰もポイントが取れなかった場合は何もないですよ。一番ポイントが低かった人は、マスゲームで1ヶ月間。また1ヶ月だ！毎月誰かやってるわ。1ヶ月間、ポケットモンスターロケット団の小次郎になってもらいます。意味わからない。どこに関連性があるの？関係ないだろう。なんで小次郎？ロケット団って宇宙じゃん。一応、宇宙を取りに行ってる。あー。せめて銀河団にしてほしいわ。あ、そうだな。確かに。でも、R 欲しくない ?R でも G でもどっちでもいいわ。センター分け、手袋、R ね。R。めんどくさ。じゃ、逆に、俺ら全員やってたらさ、ケントに小次郎やってもらう。そうだね。そういうことになるよね。全員やってたらね。全員やってたらね。回答一致したらね。じゃあ、皆さん、いいでしょうか。せっせっせじゃなくていい？せっせっせだね。じゃあ最後せーのでいきますか。最後せっせっせで。はい。せーのーよーわーイエス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 罰ゲーム回避回避回避イエスだよねだよねもう、ケントが小次郎するかしないかしないかイエス小次郎しろー本当に小次郎小次郎よし行こう正解発表、いきます。ほい。どうだ？最初問題、正解は、クリスタルハートっていうことは、全員不正解。不正解で、何にも、なし。危ねえ。危ねえ。神回避。危な、マジで。神回避だった。いや、すごいね。よく揃ったね。アンノモヨコあるんだ。アンノモヨコあります。夫婦揃って星だ。まあね、結果的に全員一回も正解できなかったですけど、どうでした？いや、なんかケントが宇宙に寄せてったなぁと思った。宇宙だったね。うん。宇宙むずいな。まあ、宇宙まで行けば俺も紛れ込めるという結果になりましたね。そうですね。スペースワイドだね。うん、すごいわ。じゃあこれからも追求の宇宙として、はい。どんどん躍進してください。はい。じゃあ今回の動画は以上で、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。部活かも、これ。